て急ぐよ。人生を振り返るかのように楽しい日々を忘れたふりをしてさ、君の瞳の輝きを胸にしまう。さよならしなきゃ今は戦おう。別々の道で寂しくないよ。またこの場所で笑い合えるから、君と手をつないで歩く森は冬の寒さと一緒に消えたよ。唯一残ったエレキギターとロックが心に染みる。どうして俺は生きてるんだろうとか、こんな世界に虚しさを感じるけど、過ぎ去った日々大切なものなくしてしまった。だけど負けない、こんな小さな世界を抜け出せ。今は戦おう。別々の道で寂しくないよ。またこの場所で笑い合えるから、過ぎ去った日々大切なものなくしてしまった。だけど自分はあの YouTube チャンネルと、ここにも貼ったんですけど、 YouTube チャンネルと Twitter、 公式 Twitter あるので、ぜひあのチャンネル登録と、フォローよかったらお願いします。と主に曲ができたとか、ライブ、今から路上ライブやりますとか、まあ、つぶやいてるのでお願いします。と自分はあのもともとアコギというかエレキギターの方で、ちょっとジャンル的にあのパンクロックとか結構ロック系の曲をよく作ってて、そういう音楽もよく聴いてて、あんまりこういう形でアコギで弾き語りをすることになるってあんまり思ってなかったんですけど、結構最近はそういう曲に、ロック系の曲にアコギの弾き語りを合わせるっていうのにも挑戦するようにしています。2曲目は新曲なんですけど、シリウスっていう曲です。聴いてください。
ちょっとできたばっかの曲なんですけど、なんていうか、あのシューゲイザー、ロックのジャンルの一部でシューゲイザーっていう音楽のジャンルがあって、あの激しいエレキギター、強音のエレキギターにのサウンドにささやくようなボーカルっていう、そういうジャンルがまああるんですけど、まあ、気になったらシューゲイザーで調べてもらいたいんですけど、まあ、そういう曲を意識して作った曲でした。3曲目はカバー曲なんですけど、ザ・ブルーハーツっていうバンドの千のバイオリンっていう曲をカバーします。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい、ミサイルほどの
を片手に面白いことをたくさんしたい。夜の扉を開けていこう。支配者たちはいびきをかいてる。何度でも夏の匂いを嗅ごう。危ない橋を渡ってきたんだ。夜の金網をくぐり抜け、今しか見ることができないものや。ハックルベリーに会いに行く。台無しにした昨日は帳消しだ。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどの剣を片手に面白いことをたくさんしたい。ゆりかごから墓場まで千のバイオリンが響く。道なき道をぶっ飛ばす。誰かに金を貸してた気がする。そんなことはもうどうでもいいのだ。思い出は熱いトタン屋根の上、アイスクリームみたいに溶けてた。消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に面白いことをたくさんしたい。ありがとうございます。